ヤング図形、数学において、ヤングバン、ヤングバン、および、ヤング図形、ヤング図形、とは、表現論で使われる組み合わせ論的図式である。これは、対象群の群表現を記述しその性質を、調べるのに便利である。ヤングバンは、ケンブリッジ大学の英国人牧師、数学者、アルフレッド・ヤング、アルフレート・ヤング、 18731942より1900年に導入された。その理論は、アルフレッド・ヤング自身及びアラン・ラスクー、アラン・ラスクー、パーシー・マク・マホン、パーシー・アレクサンドル・マク・マホン、ギルバート・ロビンソン、ギルバート・ド・ボーガード・ロビンソン、ジアン・カルロロータ、ギアン・カルロロータ、マルセル・ポール・シュッチェーン・ウェルジェ、マルセル・ポール・シュッチェーン・バーガー、リチャード・スタンデー、 リチャード・ピース・タンレーその他の数学者により、さらに発展した。ヤング図形あるいはフェラーズ図形、フェラーズ図形とは、数の分割を表現する方法である。分割とは、おいくつかの生成数の和としてと表すことである。この分割は、行目は、この箱を持つ行からなる、合計個の箱により表現できる。これを、ヤング図形という。ここで、各項は左寄せにする。 この分割をとする。この時に強約な分割とは、各列の箱の数からなるの分割のことを言う。つまり、各ヤング図形に対し、対角線に沿って、縦横を反転した強約ヤング図形が存在する。右上図は、分割10イコール541に対応するヤング図形である。この強約分割は10、10イコール3221である。ヤング版は、 ヤング図形を一つ取り、同図形の N 個の箱に1、2、N の数を以下の制約に基づいて埋めることによって得られる。各数が一つの箱に必ず一回切り現れるとき、その番を標準番という、右上図は分割10イコール541に対応する標準番の一つである。反標準番はこの変種で、 全ての数が半標準版に現れる必要はない代わりに、ある数が複数個の箱に現れうるものである。半標準版では、上の最初の制約が以下のように弱められる。半標準版は、1、2、トンのどの数も持ちうる。ここで一般に、トンは特定されている。この集合1、2、トンから、全ての数が半標準版に現れる必要はなく、 またある数は複数回現れても良い。数は列の中では増加しなければならないので、半標準版が存在するためには、トン、メートルが必要である。ヤング図形は対象群の複素数対上の規約表現と一対、一対応を持つ。これは、規約表現を構成する、ヤング対象子、A、ヤング下トライザーを特定するのに便利である。対応する、ヤング図形から、 表現に関する多くの事実を推論することができる。以下に表現の次元を決定する例と表現の制限の例の二つを記述する。両方の例においてそのヤング図形を使うだけで表現のある性質を決定できることを見る。分割に対応する規約表現の次元はその表現のヤング図形から得られることなるヤング版の数に等しい。この数は フック長の公式から計算できる。ヤング図形の中のある箱のフック長とは、同一項の右にある箱の数と同一列の下にある箱の数の和に1、その箱自身を加えた数である。フック長の公式によると、規約表現の次元は、を同表現のヤング図形の全箱のフック長の積で割った数に等しい。右上図では、分割1イコール5四一に対応する。 ヤング図形の全箱のク長を各箱内に記している。これにより、である。この要素の対象群は、自然にこの要素の対象群の部分群とみなすことが、できる。このことから、任意の次対象群の表現は、次対象群の表現とみなせる。これを表現の制限、という。一般に、規約表現の制限は規約になるとは限らない。 そこで対象群の規約表現に対応するヤング図形が与えられたとき、その制限のなおかず成分として現れる規約表現に応するヤング図形を決定することが問題となる。その答えは対象群の表現のヤング図形から一つ箱を取り除き、その結果が依然として正しいヤング図形になる場合のヤング図形に対応するものに一致する。他方、 対象群の部分群の表現をの表現に持ち上げることができる。これを誘導表現と呼ぶ。一般に規約表現の誘導表現は規約とは限らないため、部分群の規約表現に対応するヤング図形が与えられたとき、その誘導表現のなおかず成分として現れる規約表現に対応するヤング図形を決定することが問題となる。 その答えは、の表現のヤング図形に一つ箱を追加しても、その結果が依然として正しいヤング図形になる場合の、ヤング図形に対応するものに一致する。ヤング版は、対象群の任意の体の上の表現を構成し、その構造を研究することもできる。性表数の場合には、これらの表現は、規約とは限らない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。